さまざまな模様を作り出す絞り染め。有松絞りは自由な発想から数多くの模様が生まれました。その種類は100にもなります。有松絞りの歴史はおよそ400年前に遡ります。町全体が絞り業者で栄え、今も旧東海道には江戸時代の面影が残っています。手仕事の絞り職人、今も美しい絞りを支えているのは80代から90代の熟練の女性たちです。一人の職人が一つの絞り技法を受け持ちます。そのうち3人の技を見せてもらいました。最高齢92歳の北野豊さん、小学生の頃からこの道85年です。北野さんが手掛けるのは有松絞りの代表的な技法、三浦絞り。糸で絞ったところが染めた後白く残り模様になります。下絵もなくやたらめったらにくくっていくことからやたら三浦と呼ばれています。道具に使っている針金は自転車の車輪部分に使われるものです。北野さんが自ら使いやすい角度に曲げています。三浦絞りの昔からの針でね、自転車の矢から矢を取って作ってもらいました。自然とね、親が雇ったしね、自然とあれだね、やりましたね、鹿の子絞りを受け持つ中島鈴江さん87歳。細かい模様が整然と並ぶ鹿の子絞り。一旦に多い時は10万箇所も絞ります。中島さんの使う道具は針が上に突き出た形をしています、ね、ここに布を引っ掛けて絞ることから突き出しかのこと呼ばれています。糸の締め方が緩いと染めた時に染料が入って模様がぼけてしまうので固く絞ります。指に残る糸の跡が長年携わってきた職人の証です。糸で細く切れとるでしょ、こういうに切れちゃうの。痛くてもきつく締めないといけない。そう、固く締めんといい製品できないから、やらさせてもらえない製品がね。85歳の本間留子さんは有松でもただ一人になった手雲絞りの技の持ち主です。絞りで雲の巣を描く有松絞りの中でも最も古く難しい技法です。糸を濡らして滑りにくくして絞ります。早くやることで一定の強さでムラなくくくることができます。親指でこうしてこうな、2本持ってたら離すの、こうまあこうしたらこう大きくこうパッとこう3回ぐらい下降りてくる、こんだけのことな、早すぎるもんだわな。それが難しいって。素早い手さばきでも着物一端分をくくるには1ヶ月以上かかります。こうしていろいろな技法で絞られた布は染色屋さんのもとに集められます。さまざまな色で染めて数日間乾燥させます。乾いたらくくった糸をほどくと糸で絞られた部分だけが白く残り模様となって現れます。北野さんのやたら三浦です。中島さんの突き出しかのこ、きつく巻いた糸ではっきりと美しい模様が現れました。
本間さんの手ぐも絞り、糸の跡が蜘蛛の糸を描いて見事な蜘蛛の巣の模様です。長いことやっとるけどね、本なしこと三浦絞りばっかりやっとるだけどね、あの楽しいですよ、うん、一日中喋っとるわ。ほら仕事は嫌だと思ったことないもんね、うん、な、生きがい感じとるもんな、この内職仕事ないけど、この有松絞りはな、うん、自分の仕事だと思って楽しんでやっとるもんじゃな、うん。